オディセロ氏は、アルバニアフィエル出身の同国代表サッカー選手。ディオーシュジュール VTK 所属。ポジションは、ミッドフィールダー。地元クラブの KF アポロニアフィエルでキャリアをスタート。ユース時代にパリ・サンジェルマン FC のトライアウトを受験するも、不合格だった。その後16歳で、トップチームに昇格。2008から09シーズン冬、KS フラムルタリブロラに移籍。 UEFA ヨーロッパリーグ2009から14戦、マザーウェル FC 戦では、敗れたものの2試合で1得点を挙げた。2011年5月19日、1FC ケルンにフリーで加入。2012年1月5日の 1FC カイザースラウテルン戦では72分の、途中投入から99秒でゴールを挙げ、同カード22年ぶりの勝利に貢献した。2012年8月6日、 FSV フランクフルトに1年間のレンタルで加入。翌シーズンにより完全移籍に移行し、2年契約を締結した。2015年6月6日、HNK リエカにフリーで加入。契約は3年。2015年7月23日の UEFA、ヨーロッパリーグ2015から16、アバディーン f c 戦で加入後初出場。2015年10月4日の NK。 ザクレブ戦で加入後初ゴール2016年7月21日 FC テレクグロズヌイに移籍2018年8月18日の FC ルビン火山戦で後半から投入されるが左膝前十字人体を断裂し長期離脱となった2021年2月15日ディオシュジュール VTK シーズン終了までの契約で期限付き移籍となることが発表された 2011年10月7日開催の親善試合、フランス戦で A 代表デビュー。フル出場したが0から3で敗れた。ありがとうございます。